赤星隆之は、日本の眼科医。白内障手術において、フェイコプレチョップ法と呼ばれる術式を開発したことで、知られる。1957年1月、神奈川県横須賀市生まれ、神奈川県立横須賀高等学校を経て、1976年4月、自治医科大学に入学。解剖学の斉藤拓場に学んで、目組織の基礎研究を行う。 1982年3月、自治医科大学を卒業。翌4月から、横浜市立市民病院に研修医として勤務。その後、神奈川県各地の病院に勤務。1986年4月、自治医科大学の奨学金を返上し、研究のため、東京大学医学部附属病院外科医院となる。1989年2月、 東京女子医科大学糖尿病センター眼科助手。糖尿病網膜症の治療を行う。その傍ら、武蔵野赤十字病院の眼科医、清水君也による超音波を使った白内障手術を研究。翌1990年7月には武蔵野赤十字病院眼科に転職し、白内障の臨床を行う。1991年12月。 三井記念病院眼科課長に就任。翌1992年11月から同病院眼科部長。白内障治療を行ううち、超音波を使用した白内障除去法の手術時間を短縮する方法を、考案。これをフェイコプレチョップ法と名付けた。2003年9月、ソフィアの軍医学校で眼科手術のデモンストレーションを行い、患者数名を処置した。 一般に白内障の手術では、白濁した水晶体を除去し、代わりに眼内レンズを入れるという方法をとる。白濁した水晶体の除去は難しく、従来は手術の失敗も少なくなかった。そこで、フェイコマシーンという装置を用い、中空針の先から出される超音波によって水晶体を破壊して乳化させた上、シンクル吸引する。 水晶体超音波吸引手術が行われ始めた。しかし、この手術は技術的に難しかった。1993年、アメリカ白内省屈折矯正手術学会において、日本の眼科医、長原国広は、超音波破壊の前処理として、不要な水晶体をチョッパーと呼ばれる器具で砕く、フェイコチョップポーと呼ばれる手法を発表する。 これを踏まえ赤星は1998年、先端形状が異なるチョッパーを使用して、別の原理で水晶体を破壊する、プレチョップ法を発表した。フェイコプレチョップ法は、プレチョッパーと呼ばれる特別な手術器具を用いて、白濁した水晶体を小さな塊に分割した上で、超音波によりそれぞれを破壊するという方法である。フェイコプレチョップ法では、水晶体の破砕、 除去を速やかに行うことができ、眼球切開の規模も 1.8mm まで縮小される上、副作用としてしばしば発生していた卵子などもほとんど発生しなくなるというメリットがある。さらに、折りたたみが可能で狭い切開から挿入できるレンズが開発されたこともこの手術を可能にした。このため手術時間を数分にまで短縮でき、患者の負担も大幅に軽減された。 医師の立場からしても、手術時間が短いため、年間数千件もの手術をすることが可能となった。もともとは白内障治療初心者のために考案された方法であったが、決して容易な治療などではなく、治療初心者の医師には困難な治療でもあり、赤星は器具の特許を取らず、世界中の眼科医に直接の指導を続けるかたわら、後輩の育成に尽力している。 novinite.com japanese y, セルジンメイクスソフィアデモンストレーション、ハットテリーキムエトール、チュージングユア、チョップテクニックハット C ワイリアラパ、p. p、コンスププリーチャープマニュアルフェイコフラグマンテション、カタラクトサージェリーウィズアウト A、ファコイマルセファケーションマシン、トウヤシゲル進化し続ける、白内障手術、アカトムニュークリアスチョッパーズローテイターズ平成19年度、 ポサ事業報告、倉富明ら州プレチョップエケイの予感。ありがとうございます。